はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。先ほどね、ヘアリーベッジに感染しまし、ヘアリーベッジの種ですね、種に水をかけました。で、なぜかっていうと、今ね、動画に映っている一列だけ種をまいて覆土するの忘れました。ほんで見たら、あれ、ここだけ一箇所土かかってねえぞということで、結構どうしようか、土をかけようかどうしようか悩んだんですが、植物の種には光を好む種、好光性植物と、健康性植物、光を嫌う、まあ、植物っていうか種ですね、ごめんなさい。好光性種子と、健康性種子があります。で、好光性植物っていうのは、また植物になっちゃった。好光性種子っていうのは、まあ、光があった方が芽が出やすいという植物です。で、健康性種子っていうのは、光がない方が、うまく育つと、うまく発芽するという種子です。で、ヘアリーベッジはどっちなのっていうと、どちらかといえば光を好む方、好光性種子に属するんじゃないかなと思います。で、まあ身近でね、自分なんか経験したのは、稲なんかも好光性種子だよね。秋口の台風なんかで稲倒れちゃうと、穂がついた状態、稲刈り前にもう芽が出ちゃうと。もう発芽現場になっちゃうっていうね、事象もありますんでね。まあ、稲の種なんかも、種もみなんかも、光を好む方じゃないかなと思います。はい、そういうことでね、今回は土をかけないで水をかけてます。で、今、水かけたんですけどね、土手作ってやらないと、土手が決壊してね、思いもがけないところに流れていっちゃいますので、これからね、土手を作ります。で、今ね、やっぱりざーっと見てきましたら、根っこがね、2センチぐらい、長いところで2センチぐらい出てます。だから、あと10日ぐらいで、芽出るんじゃないかな。だから、前回は、3月の14日かな ?14 日か15日に巻いて、まあ、約20日かかったんですけど、今回は15日か、もうちょっとそれよりも短くても、出んじゃないかなって感じしますよね。かなり3月中旬と4月上旬っていうのはね、気温違いますからね。まあ、ここは意外に早く芽が出てくれるんじゃないかなと思っております。じゃあね、これから、軽くね、土を寄せていきたいと思います。土手を作るだけなんでね、そんなに立派な土手は作りません。よっこいしょ。さーっと行ってきます。
です。失敗しましたね。もっと早く気がつけばね、水をかける前に土手を作ってその後かければね楽だったんです。で確かね、あのヘアリーベッツってあんまり水分は好まない植物だと思うんで、常にね、たっぷり水かけてびちゃびちゃ状態にしますと、まあ、発芽はするけども芽が弱ってしまうっていうことになりますんで、うん、まあ大体発芽揃うまでだよね。だからやってあと1回ぐらい、それも毎日やる必要はないんで、まあ数日経って土が乾いてきたなと思ったらあと1回ぐらい水かければいいのかなと思います。はい、そういうことでね、また別動画で、高校生種子と健康性種子、なんかね、さっき健康性植物なんて言っちゃったけどね、光の嫌いな植物ってのはあんまりないと思うんだよね。ちょっとこの動画にの後にくっつけておきます。ボードでね、解説の動画をつけておきたいと思います。はい、そういうことでね、ヘアリーベッジの土寄せでした。いつもやってるね土寄せとはまたちょっと違った意味の土寄せなんでね、別動画にしてみました。はい、お付き合いありがとうございました。